はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日はニュースの増田隆久さんの運勢を見ていきたいと思います。前ね、ちょこっとだけどんな人がね、結婚相手に望んでるんだという説明を中心にしました。結果、田原真知さんですよと一言で言うとね、極論から言ってしまうと田原町ですっていうね、そういうお話でした。今日はね、他の運勢ね、読んでないぞということなのでね、そこのところもじっくりね、結婚運だけではなくてじっくりね、見ていきたいと、いうことを思います。パッと見た瞬間、やっぱりね、真面目な人なんだなということでね、非常に真面目です。真面目だからジャニーズでもね、立派にやれてるね、ということですよね。だから相方がその真面目じゃないっていうかね、その辺、パリピみたいなね、相方なんでね、それとは全く逆なんだなとね。東山さんが悪いやつじゃないけど、悪いやつじゃないんだけどねって言ってね、言ってましたけどね。悪いやつじゃないけど、その規律とか規則とかね、そういう社会通念的なもの、そういったものはしっかりやらなければいけませんよと。それでまあピシッとするというね、性格、きちっとした性格の人多くて、っていうか真面目すぎるよって言われる人やっぱ多いですね。でお母さんにしっかりその辺育てられてますんで、そこがまた結婚につながるとね、そういった意味で田原真知さんというね、中教審委員ね、臨教審委員ね、の田原真知大先生ということになります。ですからね、よっぽどしっかりしたね、歴代13人の顔ぶれ見ましたけど、もう羨ましいか、北川景子みたいな、眉毛とも付き合ってたんで、高田光希とも付き合ってね、もうそうそうたるメンバーの彼女たちですが、やっぱり求めてるところはね、めちゃめちゃしっかりしてるっていうね、もうクソがつくくらいもうね、しっかりしているということ、まあ、ね、13人の方しっかりしてないとはいうことではないんですけども、それ以上にね、突き抜けてね、しっかりしているぞと、いうことで、ね、まあ、田原真知さんがそのなんかパッと浮かんで、随風さん的にはパッと浮かんできて、これは田原真知さんみたいな人を探してんだなってね、思いました。月土星オポジションね、でまあ七室土星、七室天王星ね、でまあ一室月ですね。ですよね、まあ、一室付きで人気者は人気者なんだけども、しっかりしている、そういうキャラクターで土星効いてますんでね、月だけだったらこうふわふわしてる感じでね、ふわふわって感じですけど、まあ土星が効いてるんで、しっかりした人が横にいてね、自分もしっかりするっていう、そういうやり方をしてます。ですからその真面目な人で周りを囲むっていうね、まあ、真面目な人とその共に歩む、まさに JYP ね、韓国の大手メーカー、芸能メーカー、ね、芸能会社 JYP でのその一番の基準はね、しっかりしているっていうことですよね。 JY パークさんもオーディションではね、しっかりしているとかね、そういったところをね、その人と人柄見てオーディション取るんだよって言ってましたからね。JYP 入る人は秀才だなんてね、言われておりますけど、まさにね、その通り。だから例えばオーディション受けたならね、こういう増田さんみたいなね、少年が合格するということだと思います。まあ実際ね、20もそうですよね。
20もそういう真面目な子を取るという方針ですからね、そんなことで一室付き、まあ一室付きってやっぱり影響を受けやすいんでね、誰と共に歩むかっていうことが最も大事な運勢になってきますんでね、優しいですよ、優しくてその人気運もあってね、その周りの雰囲気全部こう吸い月ってやっぱ吸い取る感じがありますんでね、しかもアセンダントに乗ってますんでね、まあ影響は受けやすいと。だからその悪い仲間にいればその悪い仲間に染まっちゃうし、いいところに身を置けばね良くなるしっていう、そういうね、運勢をしております。そしてね、二室には太陽入ってきますんで、まあこれねお金を稼ぐ能力とかっていうね、ことです。まあリッチにならないやしょうがないよとこういうようなねことでね、まあお金を稼ぐ、しかも蟹座の11度ということでね、ノーアスペクトもう暴走しますと、もう徹底的にね稼ぐんだ、前田銀さんだ、前田銀さんの目標にしているもんなんだと、一番ギャラの高い俳優になるっていうね、まあ、その通りにしてますよね。まあ寅さんではね、真面目な、ね、お婿さん役でね、ひろしね、お婿さん役でね、昔からずっとやってましたけど、今味のある俳優としてね活躍してます。そういったようにねハリウッドでも一番ギャラの高い、ね、そういうジャニーズでもそのギャラが高い、ね、何かその服飾も持っている、ね、副業も持っている、ね、そういったこと、照明とかやっぱりうるさいっていうのは、照明とかね舞台とかね、そういったね商売家というね、ことだと思います。そして、まあただね二室狭いんですよね、蟹座にすっぽり挟まっちゃってるんでね、インターセプトの逆みたいなね、ことなんでね、まあ軽視してしまうっていう傾向があるんでね、いいよいいよとね、いうことのないようにってことだと思います。ですからおもろうまい店っていうねそんなに出したら赤字になっちゃうだろうみたいなねおもろうまい店みたいなね、大盛りのカツ丼がなんか300円とかねそんなことしたらね、でまあおまけのお惣菜もたくさんつけてくれたりとかね、小鉢をつけてくれたりとかね、そんなようなね、ことなのかなと。それよりもっていう話でね、おまけしてね、お客さんの喜んでる顔が見たいからみたいなね、感じにならないようにっていうことだと思うんですけどね。だからあんま金金って言っちゃいかんってね、まあでも太陽入ってるのにね、うん、まあ金だけど金でもないみたいなね、迷いがそのあることは確かだとは思います。そして三室水星が入ります。喋る仕事とかね、MC とかね、移動する仕事、ね、旅する仕事ですよね。だから流しのギターを持った長渡り鳥みたいなね感じでもいいのかなっていうね、感じで、 A ちゃんですかとかね、 A ちゃんはもうね全国毎日日々コンサートやりつつ地元のねスナックとかポッと入ってね盛り上がって帰ってくるって、まさか A ちゃんがその田舎のスナックにね来るとは思ってませんからね、みんな油断してて、いきなり来てびっくりするっていうね、矢沢が来たって言って誰々さんちのスナックに来たって言ってね大騒ぎになってるっていうね、そういうね矢沢的な、で A ちゃんもそれ楽しんでて、一人でフラッとこうバイクで出かけたりとか、一人でフラッとこうね、なんかスナックとかね、適当に入ったバーとかね適当にポコンと入ってね、
ビールくださいって言ってね、言ったりとか、そんなことをして日々を過ごしている矢沢永吉みたいなね、そういうような感じですよね。ですからここの3室がそのもう強力になってくると、これはマッチになってしまいますんで、マッチはもうそれ飛び越えてもうレーサーね、レーサーになってレーシングチームになってしまいますからね、それはね。まあ3室、喋ることも好きだと思いますし、ね、喋りの仕事をするとね、いうこと、まあマルチの仕事、ね、マルチ的に頑張ることもできるということですよね。だからもう人とこうにはいられないようなね、まあもうちょっと落ち着こうよみたいなね、そんな感じで、でまあ獅子の彗星なんで、これ冒険になります。日本中どっか、ね、冒険。川口浩ですかみたいな。川口浩が探検に入るみたいな。照明さんと一緒に入るみたいな。何にも探検じゃないじゃないかみたいな。そんなようなね。徳川埋蔵金探す旅みたいなね。そんなことをね、もしかしたらね、担当するかもしれません。そして、4室金星、ということになります、ね、家が好き、ね、インテリアが好き、ね、だから照明とかやっぱ気になるっていうのもね、こういうところだと思います。その舞台関係とかね、美術照明さんみたいなね、そういったところがやっぱり好きで、ニトリに出入りしてるんですねみたいなね、ニトリ大好きみたいな、大塚家具のショールームなんか見てるんでしょうあなたはみたいなね、そんな感じで、まああそこぐるぐるしてるだけでもね、非常に楽しいと思います。家具をね、眺めて、新宿のねあそこのね大きいショールームがありますからね、見て、ニトリに入って、家具を見て、あこんな便利なものあったんだとかね、そういったことで、まあ、夢が広がって楽しいということで、まあ獅子の金星なんで家にブランコとかつけてないでしょうねまさかみたいな、ね、そういうことするんですよまだね、4室金星獅子っていうね、なるとね、子供のようなハンモックとかね、アルプスの少女みたいなことをしてみたかったとかね、わけのわからないことをね言っておりますけどね、楽しそうにしてます4室でね、家でってことですよね。で、まあ、地元のお祭りとか、ね、そういった、ね、練馬のお祭り、練馬のお祭りってありそうですよね。出身練馬区としか書いてないから、練馬区のどこだみたいなね、わかんないですけど、成増でもどこでもね、お祭り、あって、そこの地元の氏子さん、そこで何かおみこしを担いで、仲間と共にね、語らう、ね、これが何よりも楽しみ、昔からのおじいちゃんおばあちゃんね、久しぶりなんて言ってね、そういうような昔懐かしいそういう世界、そういうワールドを持ってますんでね、まるで三丁目の夕日みたいなね、そういうようなことが頭の中にこうぐるぐるとね流れているということですよね。そして6室冥王星、ね、6室冥王星、これはねインターセプトになります。インターセプトになりますので、健康についてね時間をかけて取り組むという意味になりますし、もちろん健康はね非常に大切だというそういう意識が高いということだと思います。しかしここにね、まあ、テイルが後から言おうと思ってたんですけど、テイルも入るもんですからね、その健康についてとか、そういったことについてね、間違ったその健康法をやってしまったとかね、良かれと思ってと思ってね何かやってしまったっていうことがその逆効果だったりとこういうことがあります。冥王星でこうやりすぎだから土星が入ってたね、本田美奈子さん
土星やりすぎて死んじゃいましたってことですからね、もうちょっと自分の体気遣ってあげればね、助かったのにって。まあでもインターセプトと逆でね、もう6室狭くて土星が入ってたっていうね、軽視してしまったっていう意味ですから。でも増田さんの場合は重要視しすぎてね、逆効果のお薬とか健康法をチョイスしてしまったっていうね、そっちの方の間違いっていう風になります。冥王星入ればね、もう難病で生まれてくる人いるんですよ、よくね。お医者さん行ってももう到底ね治らない、わかんない原因がね。だからもう徹底的にもう勉強するね。でもうあなたはもうあと3年ぐらいで死ぬとお客あのお医者さんからも言われてる。先短い子だからこの子はって言ってね、もう死んじゃう子だからって言って、いつも病弱、学校も行けない、ね、まあ だけども自分で研究してね、青汁を作ってそれを毎日飲んでる。そしたらね生きてるっていうね、今も生きてて、ね、もう60以上、ね、60歳以上で70歳とかで生きてる。それはもう斉藤ひとりさんですってことですよね。だからひとりさんはその死んじゃうと言われて、あとこの子は何年死ねますよと。だけど自分でね薬草買ってね取ってきたり買ってきたりして、でグツグツ煮て自分で青汁作ってそれを毎日飲んでて、でそれはすごい効くってことでね、最初は友達とか知り合いにこれすごい効くからの飲んでみなよって言ったらすごい効くからね、もうそれをくれくれって言って、でそのうち仕入れをするようになってそれでお金を取るようになってて、今のね銀座マルカ、ね、銀座漢方研究所が出来上がって、で日本一稼いでね、長者番付連続第一位みたいなね、ことで大金持ちになっちゃいましたみたいなね、そういう運勢なんでね、ただやっぱチョイスの仕方ね、でそのチョイスの仕方もね、斉藤ひとりさんそうですけど、お話怪しいです、怪しいお話ばかりです。その健康のことは言ってません、ね、実質、まあ、多少は言いますけどね、ビタミン C 野菜食べなとかねそういうことは言いますけど、肉食いすぎで野菜食べなさいよみたいなね、あ肉は食べろっていうのかな、うん、肉しっかり食べて、肉毎日食べろって言いますよね、肉は毎日食べるんだよって、ね、そして野菜食べるんだよ、青汁飲むんだよって、ね、だけどほとんど言ってるのはもう、ね、12室ドラゴンヘッドですからね、その増田さんね、心の状態、ね、悪いと病気になるっていうね、がんもそうなんですよね、結局ね、がなんでがんになるかっていうとね、やっぱりストレス多いとがになると。でなんでストレスかって言って考え方ですよねっていう、その考え方を明るくしようねって言ったの、言ってるのはお釈迦様でありキリストさんでもあるということですよね。ですからその心の世界を極めるために時間かけてね、充実させるために増田さんは生まれてきたんですよっていうね、それが目標、ね、生まれるその意義いうことですよね。それで反対に六室の健康の部屋に冥王星入って、どうしてこういう病気にかかっちゃうのかなとかね、と同時に六室ってやっぱりね、弟子運とかね、弟子を取る、弟子入りする、ね、だから、ジャニーさんに弟子入りして徹底的に鍛え上げるとかね、ベストキットみたいなね、そういう話で水拳みたいな話でね、それがもうすざまじいのが中井くんですよね。中井くん6室すごいんでなんかスポーツ好きですよね。スポーツでなんか鍛え上げる地獄の特訓みたいな、ああいうそういうのが大好きな中井くんみたいになっちゃうということですね。もっと天体入ってくるとね、ですのでね、6室冥王星でテイロが入ってくるっていうことは、もうここがねやっぱり肝だと思います。でこの冥王星どのように、ね、使うか、ね、ペットっていう
う人いますよね。ペット犬猫両方飼ってるっていうね、ペットあの人もねやっぱりいます。6、7冥王星だとね、ショコタンみたいな運勢でね、マミタスみたいなね、ニャンコ何匹飼ってるんですかみたいなね、そんな話ですよね。ですからまあどのように出るのか、ね、それはねもうこれからやっぱり注目なところだとは思います。そして7室には土星と天王星ね。土星と天王星っていうとね、まあ、先ほども話しましたけどしっかりしてて天才っていうね、その2つのキーワード来たら誰だ、田原町だろみたいなね、そういう話になってくるんですよね。ですから若き天才作家、ね、若き天才ピアニストとかね、まあ、何でしょうね、そういう天才、天才で年上という可能性もあります。年下でもかなりしっかりしているってことですよね。年下でもしっかりしていて、うん、まあしっかりしているってことは学歴もねある可能性が高い、女子アナの確率も高い、ね、女子アナの中でも平凡な女子アナではダメ、ね、誰だ、田中みな実だろうと、ね、スミレーナだろうと、あのぐらいの才能を持ってる女子アナ連れてこいと、ね、いうふうに言ってるようなもんですよね。で田中みな実級、ね、そういう結婚相手探してるんだよと、しかも友達たくさんいるね。7室がね、カスプがいて座でその支配性11室飛んでるということでね、うん、だから私チェ・ゲバラ知ってるんですって、何みたいな僕と付き合ってくださいっていうね、そんな感じですよね。革命の選手を知ってるんですと、一回ありましたね、その電波少年かなんかね、松本明子さんがね、なんかアラファト議長とかに会いに行くっていうね、会えるのかなって言って、本当に会ってくるっていうね、友達になって帰ってきたっていうね、みたいな、アラファト議長知ってんのみたいな、日本で知ってる人って多分いないと思う、いないですよね、だからね、そういう人、だからまあ、死んじゃいましたけど、チェ・ゲバラ。チェ・ゲバラ知ってる恋人、そこなんですよ。だからね、チェ・ゲバラ、うん、知ってるよ、チェさんね、みたいな。一回ね、旅行行った時にね、なんかね、友達になってね、みたいな。うん、そう、会いたい、会いたい、僕も会いたい、みたいなね。合わせて、合わせて、みたいなね。もうね、切れまくって、ね、せがんでる姿がね、想像できますよね。だからもうそういう友達、だからそういうことできるっていうと田原町さんとかね、なのかなっていう、そういうイメージです、結婚相手としてはね。そして8室海王星、やっぱり海王星入ってくるとね、スーッとこう入ってくっていうね、そういう意味ですのでね、オカルティスト、ですから1室月ね、でもうこれもスーッと入ってっちゃう、八室海王星スーッと入ってっちゃう、だ八室が講じてくるとね、やはり魔術とかの本とかいっぱい書いてる加賀見隆二さんみたいにね、なってきますんで、八室でこの人が書いてるんだろう、オカルティスト、オカルト、ね、魔術、魔法園みたいなね、そういったことが大好きになったり、そういうことを知らなくてもね、うん、何かね、感じ取れる、だから「あ今家なりがした」とかね「ちょっと待って今来てるから」みたいなね、そんなようなこと、できるんじゃないかな。だから事故物件ね、だから亀梨君やってましたね、事故物件、事故物件ね、映画見に行きましたけど、ね、随分さんもね、まさにああいう世界でね、家の中にもその霊がいるんだよ、いるとこはいるんだよって、ね、
そういったところで感じ取るその能力なんで、いろんなものとこう一体化して、霊とも一体化する。それをもう憑依して、何か霊を呼び出してそれを憑依させて演じるっていうね、憑依型俳優と言われる人、もうこういう特徴を持ってますよね。佐藤健くんね、佐藤健くんなんかね、もう再来じゃないかこの人って、多分岡大蔵呼んだと思います。あれ岡大蔵呼んできて、で岡大蔵ね、でもバーッと乗り移らせて、それでね、龍馬伝ね、あれ演技したんだと思います。あれものすごい評判だったでしょうね。でものすごい評価されて、あの演技は何だったんだって、不思議な演技するんだねって、ということでね、そういう能力ですよね。ですから増田さんも同じようにね、そういったことを使うかもしれませんし、オカルトで使うか分かりませんし、俳優として使うかもしれませんし、ね、歌の神様、ね、美空ひばりを呼んできて乗り移らせるみたいなね、もう死んでる人をもうね、そのまま、乗り移る、ね、そういうようなね、ことをやっていく可能性は確かにあります。そしてね、なんだ彼女のね、大女優ばっかりね、今をときめくね、大女優いいないいなみたいな、みんな13人ね、もう AKB でも、まあ、ゆうゆうからね、みつきちゃんからもうね、北川景子からみんな、ね、その通りなんです。だから性的関係もすぐできる人なんです。もう速攻です。もうこういう人はね、相手と自分のね、仕切りがないんです。ですからね、男女間ではもうね、すぐホテルということになります。ですから、女性関係気をつけましょうよという人もね、たくさんいます。で、ね、寅さんがこう橋ですれ違ってね、ちょっとそなたには、女難の相がついておるぞ 言われて、寅さん言われてましたけどね 大滝さんにね、もう、へい、そのことで悩み苦しんでおりますってね、さっそうと去っていきましたけど 分かっておりますってね、女難の相分かっておりますみたいな そういうかっこいい寅さんありましたけどね。まあそんな感じです。女難の相が出ておるぞみたいなね。まあ人相、だから人相を見るね、人に言われればね、もう天道先生とかに見てもらってくださいってね、じっと見てね、変なこと言われますから 変なことっていうか ね。だから人相に出るみたいですよね。だからなんか怒ってる人がいて、なんで怒ってる、でセックスやってるやってないって分かるらしいんですよ。なんかそういうこと言われたって言ってね、あ、そういうのどこ見て分かったんだってみたいな、やっぱ出るそうなんですよ、人相にね。でも天童先生、女性にそういうこと言うのはちょっと、ね、まあだからなんだってね、セックスやってるやってないってね、鑑定で言ったからって、だからなんだみたいなね だからその街角で、ね、人相を見てぶん殴られたとかね、そういう話がありますからね、そりゃ怒るよなみたいなね、だから人相に出てることを正直に言ってね、殴られるみたいな まあそんなようなね、ことで、まあ話はそれましたけども、肉体関係を持とうと思えばね、もう速攻でもうね、もういくらでもモテる人っていうね、それがまあその増田君なんですよっていうね、まあそれだけもう歴代もう我々知ってるだけで13人、そのみんなもう美人女優ですからね。まあでも美人女優とかじゃないかもしれないですよね。だから結婚する人はね、美人作家、
田原町みたいな人がね、現れると結婚するんだろうなってイメージです。まあだから速攻で、だからあれなんですよ、そのお見合い しましたって言ってね、で会ったその日にホテル行っちゃいました。えな、なぜみたいな、パッと見たら、ああなるほどみたいなね、もう発出可用性かと、会ったその日にもう速攻ですかみたいなね。まあだからやっぱり発出可用性とかね、やっぱ発出の状態見るとね、やっぱその辺のところね、注目ということになると思います。そして九室火星が入ります。だからもう本当にラーメン最有機じゃないけどね、知識のご馳走を求めて、ね、旅をする、ね、なんか面白いことないかな、聞かして聞かしてって言ってね、そういうものすごいこう知的好奇心旺盛な青年であるということですよ。特にこれ十二室から来てるんで、なんか不思議な、あなたはインディ・ジョーンズですかと、失われたアークを探して旅に行く、ね、実はあるらしいよ、ね、ナチスドイツも探してるらしいよそれをって言ってね、で冒険にね、こういうムチとこう帽子を持ってね、ジョーンズ博士は出かけていくわけです、ね、そこでいろんなね、ものを発見して、結局それ最後にはね、その発見したんだけどナチスの人は全部開けてみんな砂で消えてって、見ちゃいかんぞって言ってね、見ないでおいて、でまあね、助かったということになりますよね。そういう謎ありますよ。その金属地とかね、あります、ね、そういった謎、なんでですか、なんで金属地なの、平の貞盛が鬼門遁甲術で金属地にしたからでしょそれは、ね、ということになります。そういう謎ね、それであれでしょう、平の将門を呪い殺したんでしょってね、貞盛がやったんでしょそれをねって言って、もう弱々のね、戦には弱い貞盛ちゃんはね、もうそういう鬼門遁甲とかね、成田山行ってね、お不動さんにの呪い殺してくださいって言って、それで呪い殺した、ね、ですんで。香川不動とかね、成田不動産ね、もう行くなら正門さんをお祭りしている神田明神には行かないでくださいねってね、呪われますからね、そんなことしたらね、だから最も気をつけてもらいたい、東京、特に東京に住んでる人はね、うっかり行っちゃう、だから深川不動産行ってきましたね、その足で神田明神にもお参りしてきました。なんてことしてくれたんだみたいな、そんなことしたらあなたも逆にもう怒られますよ、ね、平の将門さんにその逆にね、俺こいつ何やってんだみたいな、怨霊ですから、あれはね、怨霊を鎮めるために神田明神作ってね、もうお願いですか、神様にしますから、お願いですから、ここでもう丁重に皆さんにも扱ってもらってね、その人のところ行ってね、いやーもう深川不動にお参り行ってきましたみたいな、うん、ね、そんなこと言ったらね、大変なことになりますよと、まあそういうようなね、謎々ね、そういうお話ね、あるいはそれ歴史かもしれませんしね、歴史探訪、司馬遼太郎の歴史探訪みたいなね、モンゴルとか旅してきましたみたいな、シルコロード行ってきましたとかね、なんかそういう歴史ロマン的なね、もうやりすぎるみたいな、ソリに乗って
シベリア横断してきましたみたいなね。やりそうですよね。そうそう、いましたよね、ソリで横断っていうね。うん、ですので、まあ坂の上の雲じゃないですけどね、坂の上の雲で、広瀬中佐、広瀬大佐ね、軍船、まあ軍神広瀬ね、広瀬、軍神といえば広瀬ね、広瀬大佐ね、ロシアに留学してましたから、シベリアね、トナカイさんに乗ってね、で日本までハバロスクまでね、犬ぞりかな、トナカイか、分かりませんけどね、ソリで犬ぞりかなんかのね、シベリアンハスキーかなんかでね、まあ日本に来ちゃったっていうね。よくシベリア横断しましたねみたいな。あ、だからきっと彼は救出火星なんじゃないかなみたいな、そんな話でね、まあやりすぎっていうね、行き過ぎやりすぎね、というそういう救出だと思いますんで、まあこれもうどっかに出てると思いますし、仕事でねもうやると思いますね。ですからそういう番組、もちろんね、もうじゃあ妹彩子もあの後釜僕やります、ね、妹の次僕ですって言って、もうとんでもない秘境にね、なんか行ってくるとか、ね、まあ、そんなようなね、破天荒アイドルみたいな、破天荒ディレクターみたいな、あの、まあそんなようなね、名物になってね、虫でもなんでもね、毛虫でもなんでも食べちゃうみたいな、そんなようなね、感じで。そして重質、木星になりますんで、こういう関係ね、こういう関係からやっぱりいろんな広がりを見せる人なんで、さっきのね、チェ・ゲバラの話ですよね。チェ・ゲバラ知ってんの君って、そうよって、うん、文部省のね、もう関係で会ってきたのよ、革命家とって言ってね、マジってサインちょうだいみたいなねわーみたいなね、チェ・ゲバラとちょっと電話させてねってね、そんなような感じでね、もうそういう、ね、田原さん付き合ってください、結婚してくださいって言ってね、もう速攻で言いますよね。だからね、そんなようなイメージなんで、友達いっぱい、すごい友達知ってる人っていうね、いっぱいじゃダメですね。大したことない友達ばっかりいっぱい知っててもしょうがないんで、ものすごいっていうね、その友達関係から広げたいって人なんでね、そうですね、なんかキグリー女子とかね、しもよしこさん知ってるんですってねって、あの獣室に飛んでますんで、今度は8室にの海王星ですんでね、これはもうね、しもよしこ、ね、紹介してくださいと、ね、ちょっとハイジ紹介してくださいと、まあ、ハイジってあのあれですよ、動物と話ができるあのハイジですよ、アルプスの少女ハイジじゃないですよ、霊能者ハイジのこと言ってるんですね。あのハイジさんね、このワンちゃんはこういうことを言ってますとかね、うん、このワンコは、このニャンコはこういうことを言いたいね、というね、という霊能者ハイジね、そういう友達、ね、ですからキグリー女子紹介してくださいみたいな ね、そんなことで、ハイジに弟子入りしてね、で、動物と話できるように、弟子にしてください、ね、僕動物と話できるようにしたいんですって。そう、だからそれが講じるとやっぱ武豊さんみたいな運勢になってきますので、動物関係の仕事でも OK ですよっていうのがここですよね。お姉ちゃんだったらホテルだけど、お馬さんだったらもうね、もう一体化してディープインパクトと一体化して、三冠馬になっちゃう、ね、凱旋門賞取っちゃうみたいなね、
そんなようなね、運勢してますんでね、まあ、そっちで使ってもいいことはいいと思います。だから相葉くんと共に、動物番組やってもいいと思います。小惑星漢字典読んでみましょう。その重質にはベスター入ってきますね、やっぱりね。ベスタ、友達関係、ね、広めている交友関係、いい良好な交友関係を広げることによって、ね、そこで、協力者を得られる、ね。ですから仕事終わった後の、ね、活動飲み会とかね、ただその手越くんに誘われたら断るみたいな。手越くん、手越くんの連れてくるのはもうお姉ちゃんでしょうと、お姉ちゃんとパーティーでしょうって、危ない危ない、ね、そういうんじゃないんだみたいなね。僕の求めてるのはチェ・ゲバラとかね、今実はチェさんが来てるらしいよどうもってね。ということで、秘密裏にね、チェさんと会わせてもらってっていうね、そっちの方ですからね、 OK ってね、分かったって、ね、じゃあ君応援するよってね、じゃあ今度の9月に選挙あるんだってってね、じゃあ君立ってくれよって、ね、僕応援するからって、それでね、練馬区から、練馬って東京何区ですかね、東京何区か知らないですけどね、ついに立ったと。東京何区からね、衆議院立候補します、お願いしますって言うとね、もう一斉にもうね、練馬区成ります界隈の人たちも結束してね、もう寄ってたかっても当選させようと、次期総理みたいな、総理にしようって話に、ね、なってきてね、それをやると、寄ってたかって親切にする、ね、そういう状況が生まれるというのはもう目に見えてもう明らかなわけですから、そういうことをやってくださいね。もしなんなら9月のね、衆議院、ね、ぜひ立候補してくださいね。練馬区がいいです、ね、生まれ育ったところから行く強さを持ってるんで、全く違うところっていうね、運勢の人もいますよ。でもその増田さんの場合は昔から知ってる幼馴染とかそういうのね、同じニュースの小山くんはダメですよ。小山くんは地元がダメですから、地元とかね、暴力 DV お父さんとかね、その嫌な思いをして育った、ね、土地ですから、そういうところから本人が断るかもね、小山くんの場合は、ね、増田くんは違いますからね、子供の頃からあんたはもうね、あの子は高久くんはなんかおみこし担いで元気な子供だったってね、この商店街のアイドルだったってね、じゃあもうみんなで応援しようよって言ってね、そうで、まあお姉さん、ジャニーズ行くきっかけもね、お姉さんが勝手に姉の友達とお母さんね、そんな全部女性で金星ですよね、だからね、金星を表す女性ねが寄ってたかって履歴書を送ったとね、小学校ですからそれね、小学校の時点でそれを送ったっていうねことになります。もしかしたら9月あるかもしれませんね。はい、12室ヘッドとパートオブフォーチュン、これね、もうぜひ神音やってもらいたいと、もうなんならもう今からでも遅くない、国学院大学通信学部通信教育で入りなさい、そして日本書紀、ね、古事記勉強しなさい、ね、そしていつでも神主ができる、ね、そういう準備をしておきなさい、ね、もう言い切っちゃえば、もう国学院に入りなさい、ね、
できたら皇學館大学ね行きなさいと、ね、できたら伊勢にアパート借りてそこから通いなさいと、ね、通信教育じゃダメだと、ね、行って学生と一緒に勉強してきなさい、ね、そこもまあそれはまあ無理でしょうけどね、あまりにも無理でしょうけどもね、まあ、金ちゃんは言ってますからね、あ、駒沢でもいいですよ、だから仏教学部行ってくださいと、ね、駒沢のお坊さんになる勉強してくださいと、ね、神主になる勉強してくださいと、ね、あ、キリスト教大学でも、キリストの大学でもいいですよと、ね、神父さんになる勉強してくださいと、だからどれだけそれはもうメリットがあることなのか、ね、しかもアンチバーテックスついてますんでね、アンチバーテックスもいますんで、だからもうねこれね、ぶっちゃけエクソシストです、ね、ですからもうなんていうかな、悪魔払い頼まれるんですよね、それはもうね、悪霊を取ってくださいと、わかりました、あなたの悪霊を取りますと、ね、いうことでと、ね、随風さんも悪霊を取ってもらいました、ね、ですので、そのある病気でその苦しんでした死んだ人の霊がくっついていると、じゃあその霊を取りましょうと、どっかでつけてきちゃったという話ですけどね、取ってもらいました、そうしたらね、やっぱり体調子よくなりました、取ってもらったらね、これ何なんだろうと、お医者さん行ってもな分かんない、ね、でその相談したら悪霊ついてると、取りましょうということでね、速攻で取ってもらいました。そういう仕事ですよね。だからそういうことができるし、その能力あるし、そういう人にね、弟子入りしてもいいしね、ハイジの弟子になってもいいしね、それにはもうものすごい能力、ダブルサービスみたいな、ダブル、うん、そうですね、これはもうダブルご褒美みたいな感じでね、すごいですよね、こういう運勢だとね、くださいって感じでね、うん、だからそれがまあただインターセプトなんでね、やっぱり時間かかるんです、で長い時間かけてそれを勉強する、そういうことが必要になってきますんでね、ですからいつその能力出してくるか、まあこれからなんですよね実はね、ですからもう30代のもうね中頃あたりからね、これのこの資質はね若い頃出てこないんですよ、ちょこちょこ出てきますんで、で病気も関係してきますんでね、病気も関係してくる、で気というものもね大事だって分かります、だからもう山の尾根ね登って富士登山絶対してくださいよと、ね、富士山のできれば富士の一番高いところのジメジメの布団にねくるまって一晩泊まってくださいよ、ね、だから富士山の下の方のふわふわのお布団に寝るんじゃなくて、山小屋のその一番上の山小屋、ね、卵、生卵1個、ね、500円のところで泊まって、ね、生卵持ってくだけでもあれはもうすごい労力ですからね、あの上にね1個をね1000円だって言われても安いもんですね、その高い朝食を食べて、ね、戻ってきてくださいと、そしてカジキ等をする、ね、そういうまあそれが山伏ってそういう仕事ですからね、山伏みたいなことをしてカジキ等をする、ね、そういう職業でもいいんですよということですよね、だからこれからまあそういう能力をこう伸ばしていく、それはもうテーマだということだと思います。まあそういったことによっていい仕事をこう引き寄せてくるっていうことでもよろしいですしね。そして、一室アセンダントにはリリス、ね、アセンダントリリスはいいですよね。これね。しかも月に合してますんで。
そういうジャニーズにその勝手に履歴書を送っちゃうようなお母さん、ね、そういう若いですよね。じゃあジャニーズに送ろうと、ね、お姉ちゃんと一緒にね、それお姉ちゃんの友達も一緒に一枚噛んでね、送っちゃおう送っちゃおうって言ってね、3人で送っちゃうってね、まあ、この辺ね、月リリース、ね、月リリースだし、まあそういうニャンチューバーつくしちゃんの奥さんみたいなね、まあでもニャンチューバーつくしちゃんのお母さんみたいな人と結婚するということですよね。いつもつくしちゃんにいろんないたずらして、いろんなコース装置作って、迷路作ったり跳び箱作ったりね、もういろんなことやってね、こういうことをするんだみたいなね、ニャンチューバーみたいなね、そういう奥さんをもらいたいんですよっていう意味もあります。ですからね、なるほど、そういうことかと、いうことでございます。で、まあ、センダントリリースってね、もうやっぱりこう強力でね、やっぱり、いやー、増田君、やっぱり人気あるの分かりますよねって。新垣結衣さん、なんで人気なんですか、なんであんな視聴率取るんですかって、アセンダントリリースが載ってるからでしょっていうね、もうこんなもう、色気のある子はいませんね、持って生まれたものです。だからなんかその子見てると色気あるんだよね、この子は。どうしてかわかんないけど、すごい色気を感じる。それがその増田君と、そう、桜井君もそうですよね。桜井君もリリースね、だからに、あ、ね、嵐ですよ。天下の嵐なんですっていうね。嵐ニュースとなると、もうこの辺のね、やっぱり有利なもの持ってるんだということはね、分かりますよね。でもこれ普通の社会だったら大変ですよね。でもね、これね、恋愛事件、さまざまな恋愛事件、浮き名を流すね、そういう、まあ変な使われ方しちゃう、でもしょうがないですよね、モテるんだからね。石田純一を野に放ったらどうなりますかみたいな、そういう話でね、あの人が一般人として生活してたらどうなっちゃうんだろうみたいなね。もうそれと一緒です。ですんで、もうつくづく芸能界でよかったなと、ね、ただでさえ石原さとみちゃんと付き合ってたんでしょうってね、世界23位、そのもう絶頂期の時付き合ってたんでしょう、まあそれがもうこれでね、やっぱりリリースが載ってるし、そのもう非常にセクシーだとかね、色気があるっていうね、ことを示してますし、その下、ヒロン。やっぱりね、もう、正解、お母さんの正解。大正解。ね。よく小学校で分かりましたね、それを。まあ、小学校6年生ぐらいだともう分かってますよね、その人が、その子がもうね、色男になるかどうかをね、もう大体もう小学校からも、高学年ぐらいからもう見てればね、間違いないと。ね、今、ラウド見てますけどね、もう、昭和13歳とかで出て、12歳とか出て、で、ね、出てきますんでね、すごいな、みたいなね。ということです。ですから、まあ、それはね、もう一室、これでもう今まで活躍してきたということは、もうね、一目瞭然だということになります。そして4室金星にパラス乗りますね。パラスが一緒ですんでね、非常にまあ家とか家庭とかね、まあお母さんですよね、お母さんお姉さんね、それお姉さんの友達、非常にね男性的で、ね、面白い、そういうね、楽しい家庭、いろんな家庭でのね、そのパーティー、家庭でのパーティー、ホームパーティーね、やってたんでしょうね。まあそういったことをお呼ばれするとかね、自分の家で、だから客間とか多分ね、
お客さんをもてなす用のお部屋とかね、多分ね、作ってるかもしれませんよね。ここでパーティーやるんだって。ね、誰かみんなね、ジャニーズのみんなを招待してね、ここでみんなでね、楽しくね、やるんだよって。なんかね、料理をこう僕が作ったんだよとかね、なんかありそうですよね。ですんでね、まあ、獅子の20度ということでね。獅子の人の作る料理ってね、その、なんかね、料理得意ですって言うんですよね。だからもうすごい派手なものを作りますよね。ローストビーフみたいなね。前の日からね、肉の塊買ってきて漬け込んだりとかね。なんかね、そういうね。だからカニとは違うんですよね。獅子座でなんで料理好きなのみたいな。そういう。なんか思いつきでなんかね、やりたいなみたいな。子供の遊びみたいな、そんなことになりますんで、お父さんの作る男の料理みたいな、今日お父さん作るんだってみたいな、って言って、大変なことになってるよ今って言ってね、ほら今、花正にね、肉の花正に今ね、買い物行ったみたい、こんな大きな買い物袋持ってね、お父さん出かけてったよって言ってね、どうするみたいな。どうする？もう丸鶏1匹買ってきちゃってねみたいなね。北京ダック作るんだってみたいなね。七面鳥買ってきたよお父さんがみたいなね。まあそんなようなことでね、大変なことになってね。まあそんなような、まあでも楽しいその家庭生活ということでね。そういう、まあお母さんもそういうニャンチューバーつくしちゃんみたい。でも、あのニャンチューバーつくしちゃんの奥さんはあれですよ。部屋きれいにしてますからね。土星ですよね。しっかりしてるけど、こう、なんか、おかしな、段ボールでおかしな迷路作ったりね。サランラップで飛び箱作ったりね。おかしなことやってます。で、どっかでね、顔なしの衣装をね、買ってきて、で、それをね、それで入ってったら、もうつくしちゃんビビってね。固まってましたからね。 そういういたずらばっかりやってるっていうね。まあニャンチューバーと同じ、そういう人ですね。まあそういう奥さんが欲しいんですよっていうね。だから田原町さんがそういうニャンチューバーつくしちゃんみたいなことをやるね、そういう奥さんが欲しいんだということですよね。まあで、まあ家の中で楽しく過ごしたいよということですね。はい、そしてセレス5室に入ります。ですから、まあ恋愛で育てられる、恋愛も芸の肥やしだと。ですからいろんな女優さんと楽しく恋愛してきた。それはもう位置づけとしてね、増田さんの位置づけとしてはそれは芸の肥やし、そのための恋愛ね。この恋愛が、その恋愛がその恋愛ドラマの、恋愛映画の、歌手としての、それを伸ばしてきたんだよと、だから僕は恋愛するんだよと、だからもう共演したもう女優速攻ですよ。そうだから速攻ですよね、この方の運勢だとね。だからもうあれですよ、事務所も注意した方がいいですよね。だからね、だからもう絶対うちの浜辺美波は絶対もうね、変な虫つけないぞって、もう社長がね、もうね、厳戒態勢引いてますんでね。 厳戒態勢引いてね、もうね、もう直帰直行 みたいなね、家から出さんみたいなね。仕事終わったらもうカーッと車に乗せてね、もうすぐお家に帰す、ね、変な虫がつかないようにみたいなね。うちの浜辺美波はもうね、もう誰も変な虫をつけない、ね、シッシみたいな感じでね。もう、まあでもね、増田さんと共演したら分かりませんと、ああいうことですよね。だからこういう人っていうのは、もうでも難攻、いくら難攻不落な伊藤沙莉さんとか、広瀬アリスさん、
もうね、でさえもね、もうすぐ落とせちゃうっていうね、そういうことだと思います。ですのでね、まあ非常に大変だなと。まあでもそれがね、じゃあ仮にその恋愛になったとしてもね、まあそれは芸の肥やしに全部なって、自分恋愛の中でそう成長させられるっていう形をとりますんでね、それは増田さんにとって恋愛っていうのは大切なことなんですよね。でまあ恋愛っていうのは、まあ、金星天王星のアスペクトを持ってますんでね、もう非常にもう目の覚めるようなね、そういう恋愛がしたいんだよと。だったら井手上漠君狙う、これもあるわけです。もう前から井手上君、君が好きでした、ね、僕の恋人になってください、ね、という可能性もある。だから恋愛はですよ、結婚するかどうかは別としてですよ。だから井手上漠とスクープ同棲お泊まり、ね、っていうのもあるわけですね。井手上君だっても分かりませんと、自分好きになった人が性別関係ないから、好きになった人が恋人ですって言ってるわけですからね。女を取るか男を取るかもそういうのは関係ないんですって。そういう中性的なね、やっぱり選び方しますんでね。もちろん相手が男ということも考えられると、可能性が高いということだと思います。そして七室ジュノね、七室ジュノー入りますんでね、やっぱりこうジュノー入る、ね、それ土星と豪なんでね、やっぱりこう結婚しようとして今まで歴代13人の彼女とは付き合ってると思うんですけどね、だからまあうるさいですよ。だからあの結婚相手にうるさいということなんで、もうだからなんだろう、その条件、田原真知さんみたいな人をもうとにかく探してくる。それがやっぱり条件ですからね。そういう人でと付き合う権利が僕にある。だから女優だったらね、その条件合わない、もう高畑充希ちゃんにそれこの条件突きつけても無理だと思うんですけどみたいなね、あの子には無理だと思うんですけどねみたいなね、ですんでね、これなんだろうなみたいなね、女子アナかなみたいな、女流美人女流作家とかね、うん、美人女流、なんか将棋なんでしょうね、そういう天才ですよね、天才肌、うん、そういう真面目なっていうことなんでね、条件が真面目だっていうね、うん、この4つの条件、ね、4つの条件を満たす、ね、それも絶対譲らねえ。だからもしかしたらその理想が高くなっているのでまだ独身なんですよっていうねことかもしれませんね。そうか、ジュノー入っちゃったんだっていうねことです。はい、そして今度はちょっと長くなっちゃうんでね、あんまり喋るとね、天体配列になりますね。この10天体のうち責任者は誰ですかと、ね、責任者は冥王星さんですよと。冥王星で何をするんですか、健康をやるんですか、ね、犬部、ね、あの犬部ってね、あのやってました、犬部やるんですかみたいなね、ムツゴロウさんやるんですかとかね、そうですよね。だからね、今柴崎幸さんが北海道行ってね、牧場経営してる、そういったことをやるのか、ね、だから心身相関というね、ことになりますんでね、やっぱりもう健康博士、なんかおかしなね漢方薬とかの作れそうですよね、こういうね、うん、貝原駅券ですか、ね、ということでね、だから6室と12室、ね、
対になってますから、やっぱり心と体の健康、そういったことにね特化していく、ね、この冥王星がやっぱり一番強い、ね、一番責任者です。徹底してやりたいんです。体鍛えたいんです、ね、そういうようなね、なんとかブートキャンプ、ね、高久ブートキャンプ、ね、そういうこともねやりそうですよね。ブートキャンプみたいな、鍛えるにしても徹底的、ね、徹底、もうそれはもうねただもうキャンプじゃない、ブートキャンプだと、いうね感じです。だからファイナルディスポジターがここに来るということはね、うん、しかもインターセプト、ね、これからスイッチ入れていくよと。冥王星はもうね特徴はもうスイッチオンオフ、ね、でもう失敗したら早死に、ね、極論で言ってますよ、ね、極論で言ってますからね、でまあ神様にもう一回お願いしてね、もう一回失敗しません、ね、出してくださいって言って懇願して出してもらうと。だからなかなか出してもらえないんです。もう我々はもうラッキーなんです。もう出てきちゃったもん勝ちですからね、大体ね。出たい魂はたくさんいます、ね、その中でももう選抜されて選ばれたわけですからね、どんな形であろうと出てきたもの勝ちなんでね。ね、さんまさんね、生きてるだけで丸儲けと、ね、イマルちゃんってねつけちゃうっていうね、そういう丸儲けみたいな、もうその通りなんです、ね、それをこれからね体現してくんだなってねやっぱ思います。火地風水、火が4、地が2、風1、水3、地と水、地と風がないですよね。火と水がやっぱ多いんでね、よく言われますよね。なんかねグツグツ何かを煮ている光景みたいな、水をね火でねグツグツ煮ているみたいなね、そんなような雰囲気なんでね。風がない、ね、風がないんで風のある人、ね、メイプル超合金安藤夏、ね、あの風強いですね。血がないんでね、あの変な形で夫婦間であの、ね、お食事券作るってね、家事をやったらお食事券配るね、相手にあげるっていうね不思議なルールでねあの作ってましたけどね、極端になり、まあだから風なんでね、風、まあでもいいよと、そのおかしなルールでもねあの足りないところを補うには補ってるから、まあいいんだな。じゃあそれは何のためにやってる、お金貯めるためだから、だからもうそれはあまりにもあまりの恐怖に他のもので保管しなきゃなんないから、もう変な形でね違うものに変化しちゃうっていうね、そういう話なんですよね。ですんでね、あの陰極めれば、ね、陽となる、ね、陽極めれば陰と なるっていうね、まあそういう話でね、そうなりやすいっていうことなんで、まあ、風の強い相手をね選ぶとよろしいと思います。そして活動不動柔軟ね、活動3不動産柔軟4、ね、ややその柔軟球強いんで調整型の人で、あんまり自分が自分がみたいな感じでね突き進まない感じなんでね、まあ、様子見ながら、天体もねあの散らばってますんで集中してませんので、何かを調整しながら田原町さんと相談しながらこう物事進めていくっていうね。ハイジ、ね、霊能者ハイジ、チェ・ゲバラ、ね、3人の意見を聞きながら進めていく、ね、すごい話ですよ、その3人のね3人の意見を聞きながらどういうふうに進んじゃうんだろうみたいなね。下よしこ、下よしこ先生のねお話も聞きながら、チェ・ゲバラの話も聞きながら、田原町、先生の意見も聞きながらね、どういうことになるんだろうみたいなね、不思議な話になってきますみたいな、そんな感じです。そしてね、古典メソッド
なんかね、ラーメンの全部乗せみたいな、先生術全部乗せみたいに、ね、なってますけど、ね全部乗せになると長くなってしまうんですよみたいなね。全部のせよいしょ。全部のせするとね、ラーメン食べると太ってしまいますんでね、体重がえらい、昨日ね自分で中本ラーメン作ってね食べたんですけど、美味しかったんですけどね一人仲間だとね、ついつい作って食べ過ぎちゃうんでね、ああ次の日ね、あ太ってるんだみたいなね、ということで、火星が7点、火星がやっぱり強いですよね、ですから広瀬大佐、ね、軍神広瀬、ね、そういうようなね、本当にやるかもしれませんよ、これだとねトナカイに乗ってシベリア縦断ね、やりそうだなって感じでね、極寒のシベリアをね颯爽と行くね、ペテルブルグね、スタートしてみたいなね、そんな感じですよね、これだとね、サンクトペテルブルグからハバロスクまで、ね、犬ぞりでシベリア横断、そのもう火星がやっぱり力ね、火星ヤギの火星なんでね、これはもうエクザルプね、非常に覚醒剤を打ちましたみたいなねそんな英語ですけどね、点数高いです、だからもう一番ね使いやすいですから、もう速攻で、速攻で井本さんの後釜やってくださいと、ね、探してたんですと、ね、猛獣ハンターやってくださいみたいなね、そういう珍獣ハンターか、珍獣ハンターやってくださいみたいなね、そんな話ですよね、だからもうこれを間違いなくそれをね、生かしていくでしょうということだと思います。川口博士やるんですかみたいなね、そんな勢いですから、冒険家ですかみたいなね、木星魚座で5点ね、もう木星ね、やっぱり神ですかみたいなね、そうだから獣室の神だからチェ・ゲバラ、ね、神ですかみたいなね、電波少年あるんですよみたいなね、アルカイダのあの指導者に今から会ってきてくださいみたいな、みたいな、ね、そういう話で、まあ電波少年ってね昔やってたそのね、番組ですけど、有吉さんなんか電波少年ってね、あの猿岩石ってグループでね、ユーラシア大陸をヒッチハイクで横断するっていうめちゃめちゃな企画をやってましたよね、あれね、まあそんなようなことでね、あのアルカイダのなんかね議長かなんかと会ってきましたね、なんかそんな勢いのね、木星でなんで知ってるんだ、ね、そうなんで北朝鮮に知り合いがいるんだみたいなね、なんで委員長と知ってるね、知ってるんだみたいな、アントニオ猪木議員みたいな会いに行っちゃうってね直通電話知ってるからねみたいなね感じで、まあプロレスでね興行に行ったっていうことで、知り合いだということですよね、ですからまあ北朝鮮とのパイプといえばパイプなんですけどね、まあそのぐらいのやっぱりすごい木星ね、これも使いやすいと、で後の天体ね全部マイナス5点なんですよね、ですので、あとはちょっと使いにくいということになりますけど、まあでも、
テレビに出てくる人ぐらいになるとね、みんな矛盾なくやっぱ使ってるんですよね。まあ使いやすい、使いにくいってありますから、まあ使いにくくしている人もいるしね、使いやすくしている人もいます。ね、ですからまあ自分の運勢をうまく使うっていうことです。はい、ということで、まあ一通りね、読んでみましたけどもね、また誰かね、熱愛報道、結婚報道あればね、相性とかもやってみたいと思いますし、トランジットもね、やってみたいと思います。また今ね、トランジットちょっと見ますと、トランジット今また言い始めるとね、また相当時間かかってきますんでね。トランジット、土星が今ね MC にかかってきて、木星もねやっぱり10室にいますんで、仕事でいいですよね今ね。で、やっぱり何かこうキャラ決定していく MC の土星なんでね、何か重要なことも決定して、そこでも行くぞというね、方向性今つけてる時期だと思います。ということでね、またトランジットね、プログレス、またあればね、見てみたいと思います。今日ね、もうすごい時間かかっているんですね、これね。また話せば時間かかりますので、また次回ということで、これもう2回目になりますんでね、増田さんの運勢2回目になりますんで、この前の補足と、補足じゃないですか、この前は12分ぐらいで終わってたんですけどね、まあ、結婚相手っていうことだけに特化してたんですけど、全体の運勢ということで読んでみました。ということで、チャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた。さよなら。